平野氏仕ファンからのセクハラまがい質問に非難アイドルの本音とファンの気持ち。ジャニーズ事務所のアイドルグループ、キングプリンス。 元メンバーである平野志陽さんが2023年10月9日にインスタグラムのストーリーズを通じてファンからの質問に答えるという普段ならファンにとって楽しいコミュニケーションの場が一部のファンからのセクハラまがいの質問によって複雑な状況に発展しました。平野さんはファンの質問に率直に答え、それが賛否両論を巻き起こしました。この出来事に関して ファンとアイドルの間で生じた対立、そして平野さん自身のコメントについて探っていきたいと思います。平野耀さんはジャニーズ事務所に所属し、キングプリンスへのメンバーとして活躍してきた若手アイドルで多くのファンから支持を受けています。 アイドルとしての活動の傍ら、SNS を通じてファンとの交流を大切にし、ストーリーズ機能を用いてファンからの質問に答えることがあります。このようなコミュニケーションは、ファンとアイドルとの絆を深める素晴らしい機会とされています。セクハラまがいの質問とファンの反応。平野志耀さんがファンからの質問に答える際、あるファンから、お胸かお尻どちらが好き という質問が寄せられました。この質問は、性的な成功を含むものであり、多くのファンにとっては、セクハラまがいの質問と受け取られるものでした。平野さんは、この質問に対し、こういうのって答えていいの小一用ありますけど M なんかショック受ける方もいそうだけど人間ですからあるよ M、と答え、その後も、関連する質問に回答していきました。 彼の率直な回答に対して一部のファンからは非難の声が上がり SNS 上で議論が巻き起こりました SNS 上の反応を見ると一部のファンが平野さんに対してセクスハラまがいの質問を送ったファンに対する非難の声を強く表明しています彼らは平野さんに対して質問を送ることでセクスハラを助長してしまうと主張していますまた ファンの中には、平野さんがこれらの質問に答えること自体に疑問を持つ声もあります。一部のファンは、アイドルには綺麗な質問だけに答えるべきだとの意見を示し、彼らがアイドルの本音を知りたいと考える声もあります。平野志耀さんのコメントと思い、一方、平野志耀さんは、ファンからの質問に答えることについて、彼自身の意見を明確に述べています。 彼はファンからの質問を選ぶ際に慎重であることを強調し、ファン同士の言い合いを嫌う姿勢を示しています。彼はセクハラまがいの質問に対しては、ファンが直接彼に対して言うべきだとの考えを示し、その際にはちゃんとした理由を持っているように促しています。 また、ファンに寄り添うような姿勢を見せ、下ネタが嫌いなファンにも理解を示し、仲良くコミュニケーションをとることを呼びかけています。ファンの意見とアイドルとの対立。この出来事を通じて、ファンとアイドルの間に生じた対立が浮き彫りになりました。 一部のファンは、アイドルに対してどんな質問でも許容すべきであると考え、アイドルが自分らの期待に応えることを望んでいます。一方、別のファンは、アイドルには一定のプライバシーがあるべきであり、セクハラまがいの質問に対しては非難すべきだと主張しています。 このような対立は、アイドルとファンの間に生じる信頼と期待の葛藤を反映していると言えるでしょう。ファンはアイドルに対して自分自身の理想や期待を投影し、そのアイドルが本人としての個性を保ちながらどこまでファンの期待に応えるべきかという問題に向き合っています。平野志耀さんのインターネット上での質問回答が、 彼のファンとの関係を複雑にしてしまいました。ファンの一部からのセクハラまがいの質問に対する非難に加えて、ファンの間でも彼の回答やコメントに対する意見の相違が見られます。この出来事は、アイドルとファンの間のコミュニケーションと信頼のあり方について考える機会を提供しています。平野耀さんとファンの間での対立が和解に向かうためには、 相互の理解と尊重が必要であると言えるでしょう。